おはようございます。おはようございます。今日は何が？今日はあの2部なんですけど、はいはい、いよいよ2部も届きたいなっていう感じなんですけど、はい、まあ、とりあえずあのカメラは入れるべきやろうっていう内容なんで、見ててもらえたら分かると思うんですけど、ちょっと回してほしいなみたいな感じですね。分かりました。はい。じゃあちょっと今日一日お願いします。すいません。はい、よろしくお願いします。うっす。ミーティングからちょっと話すことがいろいろあって、これからミーティングはある。そうですね。ちょっと朝礼出て、ちょっと遅めと来たいって感じです。のんきじゃないっすね。なんか心当たりとかは。いやでも大体わかるっすね、店結構やばいらしいんで。そんな、あ、じゃあお店のことについて。多分そうだと思うっす。M さん自体も調子悪かった。いやもうマジモチベないっすね最近。2部になってからマジなくなりましたね。あ、そうなんですか。はい、それは2部になったのが原因ですね、ほぼ。何が違うんですか。2部で立地悪いし、歌舞伎の真ん中じゃないんで、2部で、こっちまで遠くまで来なくないですか、普通。あ、まあ、みんなちょっとやる気というかモチベーション下がってて、幹部とかは多分熱量高いと思うんですけどね、もう僕はもうマジでないっす。深田さんに対しては。いやもう特になんもないっす。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。これからミーティングがあるみたいなんですけど。ああ、はい。なんか心当たりあります。ああ、まあちょっと店売り最近あんま良くないみたいで、うん、まあそうですね、それがちょっと心配っちゃ心配ですね。なるほど。ご自身の売り上げも最近はどうなんですか。僕はあんまり変化ないというか、はい、そうですね、まあ調子は別に変わらず。ナンバーワンの位置から見てこのお店って今どういう状況。まあ競争率が低いっていうか、うん、僕を抜かそうって人間はちょっと、まあ、みんなもう諦めてるみたいな雰囲気は多少はちょっとそうですね、うん、感じられるかなっていう。張り合いとかないとやっぱ面白さもそんななかったりしますか。まあそうですね、面白さっていうよりは、まあ、ずっとアベレージでっていう感じで僕もやってるんで、うん、従業員にあんま関わってこなかったっていうのがあんま良くなかったのかなとは思いますね、うんうん、ちょっとまあこれからミーティングで、はい、よろしくお願いします。お願いします。いやもうマジモチベないっすね最近。まあ、みんなもう諦めてるみたいな雰囲気は。おはようございます。おはようございます。今日の営業でまず金曜日明けで土曜日になるんで、まあ、初回もたくさん入るかなとは思ってるんで、そこの柔軟な対応ね、しっかりやってってもらいたいなと。で、いつも言ってる通り、初回のファーストっていうのは5分でやってほしいかなと思ってるんで、よろしくお願いします。うい、じゃあ空の方から一言お願いします。お疲れです。お疲れです。最近シャンパンがね、こう入った時の、まあ、シャンパンコール、今金額に見合うようなコールができないっていう思うんでね、うん、このままだとね、良くないと思うから、みんな毎日しっかり練習して、笑顔でね、声出してやりましょう。ナイス。ナイス。したら、やげさんお願いします。なしで、OK です。じゃあ、ゆきやさんお願いします。ナイス。お願いします。まあ初回が多分、今日多分入るかもしれないけど、まあ、飲み直しあった方がいいけど、飲み直しよりリピート、飲み直しより送り、そこからのリピートを意識してみてください。以上です。はい。プロデューサー、お願いします。ありがとうございます。
どうぞ。今日、情報系で上がってるんだけど、7択今予定あって、初めての来店のお客さん多いから、こういったお客さんは常連になってもらいたいっていう形があるから、ヘルプでのね、顧客マグロをあげるためにテーブルマナーとか、ヘルプは何のためにつくかっていうので、ね、もう一回考え直して常連さんになってもらいたいときにみんなで頑張っていきたいんですね。そういうところを注力して、付け回しもしていくんで、皆さん指示通り今日も元気にお願いします。はい、最後に、ミカドーナお願いします。はい、おはようございます。今日ちょっと急遽、ミーティングに出たのはちょっと訳があって、担当職人言うと今2部、現状このままじゃ存続が厳しいです。で、結果、過程踏まえてなんやけど、利益的に関してもずっとちょっと赤字が続いてる状態で、俺も1回2部スタートした上で潰したくないとこはあるんやけど、このままじゃ厳しいという現実もね、しっかり伝えとかないとって思って、ミーティングでちょっと一回話すことにしました。店売りとかみんな把握してるかどうかとか分からへんと思うけど、本当瀬戸際の状態です、ホストクラブとして現状。ちょっといいですか、今閉店するっていうのはもう確定？確定ではない。確定ではない、それ初めて聞いたから、で今ここの場で言うことなんかなっていうのが、まず俺も知らないのにっていう、そうやね、ちょっとそれは後でちょっと話そうかと思います。とりあえずそうやね、これはちょっとどういう伝え方しようかちょっと迷ってたんやけど、一回ちょっとね、俺的にはもうみんなの前でバッて言っちゃった方がいいのかなと。じゃあね、ちょっと切り替えて気合い入れてよろしくお願いします。はい、はい、4月22日お願いします。はい、お客様ご来店です。はい、お客様お帰りです。今日も一日お願いします。はい、Problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar? お疲れっす。先生、今ミーティング超えて、ミカドさんから閉店するかも。あ、はい。どうした？聞いた。どっちでもいいっす。正直、はい、別に自分たちも頑張れてないし、現状だるいんで。そんなじゃやる気とかもない。そうっすね、全然ないっす正直。もし閉店したらレースどうするんですか？ミカドさんはやっぱすごい人なんで、どうにかしてくれるだろうっていうのはあるっすけど、全然もうその後とか考えきれてないっす、まだ全然。ミカドさんについていくのはやっぱ変わらない。そうですね、ほんとすごいプレイヤーだったんで、現役の時も。でもお店に関してはやっぱそこまで、それとこれとはまたなんか別でしょうみたいな部分ありますね。お疲れっす。ミーティング終えて閉店危機というんで、言われるかなとはちょっと思ってたんですけど、ただちょっと諦めてないメンバーもいるし、僕自身もやっぱ諦めたくないから、ミカドさんには僕が交渉するしかないかなって。はい、お店への思いは強いですね。そうですね、やっぱり頑張ろうって集まったメンバーで諦めたくないのはめちゃくちゃあるんで。今落ちてるのは何が原因なんですか？幹部とかがやっぱりちょっと最初あんまりちゃんとうまく機能してなかったから、みんなで連携取れなくてみたいなことが結構あって、みんな2部こうやってみて分からないことも結構多かったりとか、僕が多分本当に自分の売り上げのことばっかりだったんで、全然お店のこと何もできてなかったんで、最近結構反省するようにしたんですけど。なるほど、店はやっぱり続けたいっていう思いが強い。はい、僕はやっぱ諦めたくなくて、今このメンバーで頑張っていきたいっていうのが強いですね。お疲れ様です。お疲れ様です。ゆきやさんはこの店のどういった方なんですか？はい、そうそう、僕は一応グループの本部に属してまして、この店に帰属してるっていうよりかは全店舗を見るような立場に今一応いますね。でも2部がちょっとピンチということで、本部の方から2部ちょっと当て直しの方を見てほしいということで今2部に来てる感じですね。はい、ちなみにそれいつ頃ぐらいから？ちょうど2ヶ月ぐらいになりますかね。
ですけど、今ミーティングでも閉店危機って言ってたんですけど、はいはいはい、それについては。そうですね、僕もお店の立ち上げであったり、まあ、閉店って今までのホスト歴で何回も見てるんですけど、まあ、潰される側のキャストの、まあ、気持ちであったりとかって、まあ、まああんまいい感じじゃないんですよね、そういうのって。で、まあ、その潰される側の気持ちがやっぱ分かるんで、まだやりたい、まだ戦えるって思ってる子たちがいる以上はちょっとどうにかしてあげたいなっていうのは正直ありますね。なるほど。その本部から見たこのお店はどういった感じなんですか？本部目線としては、まあ、利益云々を追求していくんだれば、まあ、即座に潰した方がいいのかもしれないんですけど、まあ、やっぱり僕もその2ヶ月間も見てると、まあ、キャストの子に対しても情報ありますし、まあ、売れさせてあげたいっていうのもあるんで、本部からの目線とそのこのお店の情報が、はい、こう拮抗してるような状態。そうですね、2部が盛り上がってきてる、まあ、歌舞伎町界隈で、ね、にぎわってきてるのに、はい、うちのグループは撤退っていうのはちょっと正直ちょっとムカつくんで、まあ、できる限りあがこうかなとは僕自身は思ってますね。お疲れ様です。お疲れ様です。今ミーティング終わってちょっと三川さんがああいうこと言ってたんですけど、さつきさんからどうでした？現状を言って。まあでも現状厳しいのはあの本当のことなんで、はい、まあそれに対してオーナーがそういう判断するのは、まあ、僕の中ではまあ当たり前だと思うんですよね、普通に考えて。まあ、その現状を知ってもらうためにあんな風に言っていただいたって形なんで、まあ、従業員がどう思ったかがやっぱちょっと心配で、ここでなんかちょっと揉めたりとかもなんかありそうな感じもするし、せっかく頑張ってきてついてくれてたあのキャストたちなんで。このお店の売り上げはこうやって下がってたんですか？ああ、もう完全に。でもそれはもう自分の責任ですね、ほんと。適材適所をキャスト行かせられなかったのが結構あったりとかあって、それで辞めてった従業員がもう 7,8 人ぐらいいて、でその子たちグリップできなかったらもう幹部陣から結構僕に言われたりとか、なんかそういうのも多くて、まあ、僕自身も厳しい状況っちゃ状況だったんで。もし閉店ってなるとキャストたちはどうなるんですか？一部合併か、もしくはあの新しくできたお店があるんでそっちの方行ったり。でもその店で働きたかったっていう人もやっぱいると思います。はい、まあ、ついてきてくれてる人間が今残ってる子たちなんで、はい、僕はもうその子たちを売らせてあげたいっていうか、売らせてあげなきゃいけないのが僕の責任なんで、そこは僕はもう最後まで付き合っていこうかなと思って。ありがとうございます。本当瀬戸際の状態です、ホストクラブとして現状。ちょっといいですか？今閉店するっていうのはもう確定？確定ではない。で今ここの場で言うことなんかなっていうのがある、うん、まず俺も知らないのにっていう、うん、切り替わってていいかも、俺自身は、うん、
だから突然あんな風に何も知らせられてない状態で言われるのが納得いかなかったっていうのはあるの、うん、もちろんオーナーの言ってることもわかるし、うん、数字が全てだから、うん、でも従業員の気持ちも汲み取って、うん、話せたらなっていうのはめっちゃある、うんうん、諦めては全くなくて、うんうん、ちょっと俺が正直ちょっと独断で動いてしまったっていうのは、うん、後ろ向きに考えてるわけではなくて、うん、なんかちょっと泥沼化したいっていう思いがちょっと溢れ出ちゃってああいう感じになっちゃったけど、うん、しかもそれこそ YouTube も始めたし、うん、もう全部行ったりとか思っちゃった、うんうんうん、いやでも、うん、正直なんていうかな、特にミークなんてさ、うん、もう俺の現役の時の代表やっぱめっちゃ好きな人やったから、うんうん、立場は違うけど、俺仲間やと思ってる中で、うん、これぐらいはできるやろと俺もちょっと思ってたとこはあるかもしれない、うん、なんかここ全然噛み合ってやらないから、うん、で、まあ結果的になんか本音ベースで話せるようになって、うん、で、今久々にさ、うん、私本音ベースで話すようなことは、うん、俺もいろいろ考えます、うん、ちょっと営業後もなんか、うんうんうん、実際どういう感じなんですかね、店なんか、うん、そやこのままやったら厳しいっていうのが現実的に、ね、しかも結構やめたんですね、そういう、まあ、僕的にはまだちょっとやっぱり頑張りたいけど自分自身も強いし、やるも絶対ゴールじゃないと思うし、まあ、何人か腐ってない人間もいるから、うん、まだやっぱりやりたいが強くて、僕は本当に三河さんがいるからこのグループ入ったし、うん、それでやってるんで、ちょっと三河さんがどうにかしてほしいってちょっとあるっすね、うん、このままじゃ終わりたくないっていうのが強くて、うん、店をこうどうにかしようみたいな、ちょっとそこまでできてなかったっていうのはまだあるでしょう、まだ全然可能性が僕はまだあると思うし、まあ今そうですね、冬って結構年末でだいぶいなくなったと思うんですけど、うん、逆に返したら残ってくれた人間は、うん、まあ、やる気が少なからずあるというか、うん、まあ、環境をね変えずに今までついてきてくれた人間たちだったので、でもちょっと正直仲良くなるのが遅くてスイッチがついたのが正直年明けからだったので、まだちょっと見てほしいかなって、うん、まあいろんな人といろいろ話したから、まあそれちょっと一回話持ち帰ってちょっと俺も潰したいわけじゃないから、今からはずみに一つ返事できることはあるけどちょっと考えるわ、はい、手伝いありがとう、お願いします、お疲れ様です、お疲れ様です、今日も一日終わりましたね、いやそうっすね、ちょっと今日は長い一日だったっすね、結構いろいろあったと思うんですけど、うん、まずあのミーティング、ああいう発言をなぜしたのかっていうのを聞きたいんですけど、そうっすね、まあ運営には前からちょっとやばいよっていうのは伝えてたんですけど、はい、うん、なかなかそっからの末端までの全員で危機感を共有させるようなきっかけにはなりたかったなって思って、ちょっと独断でああいうちょっとやり方あんま好きではないんですけど、うん、やったれっていう感じで やりました正直、うん、やっぱり店ってずっと続いていくものっていう感覚がちょっとあったんかな、うんうん、そんなことはないよっていう話ではあるじゃないですか、危機感を伝えたかったです、うん、そうですね、なんかちょっと自分が一回なんか起点になって、うん、やった方がいいのかなという感じですね、まあ、正直心が痛いっす今は、でもあれ聞いてやっぱ美咲さんがちょっと納得いってないようだったんですけど、うん、そうっすね、まああれあのミーティングの後話したんですけど、そうですね、話してました、まあ彼とも現役の時からの付き合いなんですよ、はい、でまあ自分が現役の時好きやった人やったんで、はい、うん、そうですね、もうまあ、この立場で絶対言ったらダメなことなんですけど、もっとやれると思ってたっていうのが、うん、まあ、そこがぶつかりましたね、うん、お互い多分あるとは思うんですけど、うん、まあ、そういうとこも、まあ、話せるきっかけにもなりましたしね、今日、うん、結局その自分の動きで、うん、まあ、じゃあいい機会になった、そうですね、めちゃくちゃいい機会だったと個人的には思ってます、うん、
で先ほど、はい、まあ、お二人から、はい、お店を続けてくれないかと言われてたんですけど、うん、あれはあの訴えを聞いてどうでした？正直もう刺さりっぱなしですね。やっぱああいう子たちがいると余計店を畳むとか、うん、2部撤退するっていうことに対しては判断しがたいような心境になっちゃうっすよね、うんうん、ああいうその前向きなキャストのために判断ある意味しないといけないし、うん、やっぱりこのままこういうその、まあ、運営含めてですけど、うん、あのこの店舗が続いたらそれこそああいう子たちが意味のない頑張りになっちゃうじゃないですか、はい、だからそれを含めてなんかトータル的に、まあ、ちょっと判断しないといけないなっていうのは、うん、思ってることですね、うん、正直気持ち的には死ぬほど前向きなんで、うん、まあ、自分も含めて変わっていけれたらなっていう思いはあります、うんうん、ちょっと今後も2部は密着、ね、そうですね、本当にリアルなんで、はい、結末は本当にどうなるか本当に分からない状態の中で、うん、あのそうですね、撮った方がいいなとは思ってます、うん、で、たとえ閉店したとしてもそうですね、流しますね、はい、はい、じゃあちょっと今日はお疲れ様でした。そうですね、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。